b ーハルク、BB ハルク、BB ハルク、1980年7月15日帯は、日本のプロレスラー。本名、石原テル早くから、プロレスラーを志し、その前段階として、陸上自衛隊に在隊して、レンジャー隊員の資格を有する、よく言われるレンジャー部隊という部署は存在しない。2005年3月5日の横須賀トール戦でデビュー。 ドラゴンゲートでデビューしたレスラーは、高木慎吾に続き二人目。マグナム東京からプロレスの手ほどきを受け、彼がプロデュースするユニットポス、ハーツに編入される。甘いマスク、陸自出身の経験を生かした軽い身のこなし、入場時のダンスで早くも高い女性人気を獲得している。2006年4月23日ついに同期の高木、慎吾からシングルで、 初勝利を果たし、オープンザ・ドリーム・ゲート・オーザの挑戦権を得る。2006年は、ポス・ハーツに所属しながら、新生ブラッド・ジェネレーションと行動を共にしていた。新日本プロレスの興業である、ロックアップにも参戦。日本のジュニアヘビー級の重鎮、重心サンダー・ライガーは、2006年11月19日に、タッグパートナーとしてハルクと組み、その試合後に、ビーハルクは、 初代タイガーマスクを超えていると称賛するなど、彼の実力、潜在能力を高く評価した。シーマ、横須賀トール、斉藤亮、ドラゴンキット、アンソニーリュー、森と共に、新生ユニット、タイフーンを立ち上げるも、2007年4月17日の、後楽園大会での何は式イルミネーションマッチ、勝利し、終了後に、タイフーンから離脱、高木慎吾。 サイバーコング、ヤマトと共にニューハザードを結成、新世代のユニットとして行動することとなった。2007年6月1日から新日本プロレス、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア、s ッ戦、初戦は、金本浩二に敗北するも2戦目の下道戦で、初白星を上げ、内藤哲也戦でも白星を上げた。1ヶ月後の7月10日の後楽園大会で、 シーマの持つオープンザ・ドリーム・ゲートへの挑戦権をかけたワンライトトーナメントに出場。一回戦で台風運の斉藤亮と対戦し熱戦の末勝利し、決勝戦進出を決めた。ところが、斉藤亮との試合中に顎を骨折し、全治2ヶ月の大怪我をしてしまい、結局決勝戦は危険となり、同時にそれまで保持していたオープンザ・トライアングル・ゲートも返上した。 9月14日の後楽園大会で、ヤマトと共に10月12日の後楽園大会で、復帰することをファンに報告。それに合わせて9月の海外遠征でヤマトと共に、一足早い復帰を飾った。2008年2月24日の福井市体育館にて、高木慎吾、サイバー、コングと共にオープンザトライアングルゲートをダッシュ。第17代王者となった。ところが、 同年4月17日、同ユニットのメンバーであるヤマトがマッスルアウトローズに加入。ヤマトはマッスルアウトローズとして、ハルクたちの持つオープザ・トライアングルゲートに挑戦を表明。5月14日に防衛戦が組まれ、その試合前に王者組によるダンスが披露されることとなった。そして5月14日、王者組は試合前に3人でダンスを披露する。しかしその直後、 高木慎吾、サイバーコングがハルクを攻撃した。高木は、ニューハザードとマッスルアウトローズを統合し、新ユニットリアル、ハザードとして活動することをアピール。オープンザトライアングルゲート新王者となった、高木トールレルハザードのメンバーがハルクを痛めつける中、突如、同意刺激、吉野正人が乱入。ハルクを助け出し、二人が作った新ユニット、ワールドマイナス一に勧誘。 ハルクもこれに同意し、同意刺激、吉野正人、谷崎直樹、MCKZ、そして BB ハルクの5人で、ワールドマイナス1として活動していくこととなった。6月29日の大阪大会にて、オープンザ・ドリームゲート挑戦者決定戦として、高木慎吾と対戦。しかし、結果は60分時間切れ引き分けとなった。この試合に感動した。 当時の王者であり、首の故障により欠場中だったシーマは、リング上で王座の返上を宣言。7月27日の神戸大会にて、オープンザ・ドリームゲート王座をかけ、再び、高木と対戦するも、激闘の末敗戦。2008年のキング・オブ・ゲートでは2年連続で初戦で、斉藤亮と対戦した。この年も勝利したが、斉藤亮が試合中に腕を負傷したためによる、 レフェリーストップだったため、両者の意見を深めることになった。そして2009年1月12日、再び、斉藤とシングルで戦う。破れ走った者の互いの実力を認め合い、斉藤をワールドマイナス1に勧誘する。1月18日には、斉藤から、自らと横須賀徹と共に3人で、新ユニットを作ろうと逆に勧誘され動揺する。 しかし2月15日に行われたツインゲート戦で斉藤が横須賀を裏切りリアルハザードに加入したため勧誘の話は白紙になった横須賀トールはその後ガンマラと新ユニットウォーリアーズマイナス5を結成したため2010年5月からの高木の再三にわたる挑発がきっかけとなり入場パフォーマンスであるダンスを封印したそして7月の神戸ワールド記念ホールにて 壁ジェラ戦が決まった、しかしドグスでは別のようである。2010年7月の神戸ワールドで高木に敗れ、坊主になった。その後、荒崎人生が参戦時にタッグパートナーで一度限りの本名、石原照正で同様のオヘンドスタイルで登場した。2011年4月14日の後楽園ホール大会でのオープンザ・トライアングルゲート選手権試合。 トライアングルゲートコントラ解散マッチで王者チームであったブラッドウォーリアーズのシーマドラゴンキットリコシャ組に敗れ自身が所属していたワールドマイナス1が解散となるが同日に新オープンザドリームゲートを王者取ったモ月茂明の2大ユニット構想の呼びかけで吉野正虎と共にモ月と共闘していくこととなるその後の4月24日の 博多スターレン大会において、正式合体を表明する。2011年のキング・オブ・ゲートでは対抗する、勢力である、ブラッド・ウォーリアーズの土井刺激、1回戦、斉藤亮2回戦シーマ、準決勝、神田博之、決勝を破り、初優勝を果たす。6月8日、後楽園ホールにて当時ツインゲート、統一タック王者の斉藤、堀口組とスペシャルタッグマッチを組まれ、 因縁の相手である高木と組む予定だったが、ブラッドウォーリアーズに寝返る。自身としては、初のヒールターンになる。その後、ラフ殺報を絡めての攻撃で減少する。6月18日、博多スターレーン大会にて、ドリームゲートを防衛した直後の持月茂明に対して、ファーストフラッシュを打ち込んで小状態に追い込み、ドリームゲート挑戦をアピールし、同王座への挑戦が決まる。 7月8日の高楽園ホール大会では宿敵ライバルの高木慎吾に対して TK を勝ちするも7月17日の神戸ワールド記念ホール大会で行われた餅月とのドリーム戦には25分を超す熱戦の末敗北8月に行われたサマーアドベンチャータグトーナメント2011では戸沢明と組み4連勝優勝を果たしたこのシリーズでは スペルシーサーのマスクを剥ぎ、ヤマトの髪の毛を切る。最後には表彰状を破るなど傍若無人に暴れ回った。2012年12月、福岡国際センター大会にて、シーマの保持するドリームゲート王座に高木信号を交えた三ウェイマッチで挑戦するが、王座奪取はならなかった。2013年3月2日、ウーハーネーションとのタッグで、も月づきしげやき ドン・フジ組の保持するツイングエイト王座に挑戦。これに勝利し、第24代王者となる。その後、高木慎吾マト組に敗れるまで一度の王座防衛に成功した。6月、戸沢とのタッグで、前回の防衛戦で王座から陥落させられた高木マト組の保持するツイングエイト王座に挑戦。試合終盤、マトが高木を裏切ったことにより、 同王座を獲得し、第26代王者となった。7月21日、神戸ワールド大会で、土井主劇リコシェ組とツインゲート王座の防衛戦を行うが、これに敗れ、同王座から陥落した。10月6日、ヤマト、サイバーコングとのタッグで空位となっていた、トライアングルゲート王座の新王者決定戦を、吉野正人高木慎吾&、 戸沢明と行い、これに勝利し、第44代王者となった。12月22日、吉野の保持する、ドリームゲート王座に挑戦したが、これに敗れ、王座ダッシュに失敗した。2014年5月5日の敗者髪切りマッチでは、同門のドイ刺激と共に、最後の二人になるまで残ってしまう。しかし必要に、マスキュラーボムを狙うドイの攻めをしのぎ切り、最後は、 ファーストフラッシュを、ドイの顔面に叩き込み完全に、後、最後の旗を脱出し、脱出に成功した。試合後、マット・ブランキーメンバーのヤマトと、ドイ刺激にファーストフラッシュを食らわせて、同ユニットを脱退し、一人で戦っていくことを、発表した。ハルク自身は、マット・ブランキー所属と言っているが6月5日の、後楽園、ホール大会で、ノンブレコントラノンブレゴ VS1。 スクランブルイリミネーションマッチで一番目に登場した、問題流に勝つも二戦目のクジーで敗れ、マット・ブランキーの名は、ヤマト・ドイ・サイバー・クジー、問題流たちのものとなった。しかし、ハルクのスケットとして、各チームから代表で選手が登場しシーマ率いる、ドリームチームを結成し緊急決定試合として、シーマススム・ティーホーク、戸沢の4人が緊急合体し、新生メガバイトと対戦。 試合はハ春く学児に勝利する。6月22日、ガンマ第二の故郷泉外線大会のメインイベントで、大阪レイロクとのトリオを結成し、サイバーコングから勝利。試合後ヤマトの持つドリームゲート挑戦を表明。7月3日、後楽園ホール大会で封印していた入場時のダンスをパートナーの BB ・マサと見せるが、試合は、 ドクターマッスルの介入などで敗北。7月20日、神戸ワールド大会でヤマトが保持するオープンザ・ドリームゲートに挑戦し、切り札のフェニックス・スプラッシュを決めて勝利し20代王者となる。またハルクにとっては7度目の挑戦で初体感となる。8月17日、土井刺激から防衛し初防衛に成功。 俺たちベテラン軍を離脱した、もちづ明とドラゴンキットと新ユニットを結成。またこの3人で8月10日に一度トライアングルゲートにも挑戦している。その当時のユニット名はパンタロンズだが破れた地点で解散した。9月9日、後楽園ホール大会にてユニット名をディア・ハーツと発表し、初戦で初白星を飾った。 2015年6月14日、博多スターレーンで、吉野正人の15トンエイチアニバーサリーで敗北。オープンザ・ドリーム・ゲート・オザを吉野に奪われるが、それまでに7度の防衛に成功した。7月20日、神戸ワールドで、ビッグ・アール・シミズと共に、敬遠の中である、高木慎吾とゼロ・の田中正人とスペシャルタッグマッチを行ったが、高木のパンピング・ボンバーに敗北。 10月8日、高楽園大会での6人タッグマッチで、問題流に変形水車落としを決めて、左肩を脱球し、その左肩を、ヤマトとどいにさらに痛みつけられ、ヤマトに敗北。10月17日、神戸三宝ホール大会で、負傷箇所の左肩を高木とサイバーに攻撃され、最後は餅月がタオルを投入し、TKO 負けとなり、以降長期の欠場に入る。 2016年2月4日、解散マッチが決まった、モンスターエクスプレスとディアハーツ、そしてその解散マッチを行う原因を作ったにも、かかわらずその解散マッチに出場しないベルセルク、外区をしている時に、久しぶりに登場。ベルセルクが解散マッチに出場しないことに強く反論し、ベルセルクを解散マッチに出場させたが、試合は、ディアハーツが敗れ、解散となってしまう。 5月5日、愛知県体育館大会で行われた金網戦の終盤にロープを持参し乱入。ベルセルク全員に裏切られ、孤立無援となったヤマトをクジい、陽介サンタマリアと共に救出。試合後にベルセルクを追放されたヤマトも交え新ユニットを結成した。5月8日、大阪大会で約半年ぶりに復帰。5月28日、 札幌大会でユニット名をトライブバンガードと発表。6月26日、泉大会で 9G、X と共に神戸ワールド記念ホール大会でモンスターエクスプレスの持つトライアングルベートオーザ挑戦を表明。X の正体を7月2日の京都大会で明かすとした。7月2日、京都大会でフラミータが登場。X の正体はフラミータと分かった。 7月24日、神戸ワールド記念ホール大会でクジー・フラミータと共に、モンスター・エクスプレスの持つトライアングルゲート王座に挑戦するも、王座ダッシュはならなかった。9月22日、大田区総合体育館大会で、クジー・マリアと共にジミーズの持つ、トライアングルゲート王座に挑戦するが敗北。2017年1月18日、後楽園大会で年明けから、 不調のハルクに奮起を促すべく、ヤマトがドリームゲート戦の挑戦者にハルクを逆指名。ハルクもこれに応じ次回後楽園大会でのドリームゲー戦が決定。2月2日、後楽園大会でヤマトの持つドリームゲート王座に挑戦するが激闘の末敗れる。5月5日、愛知県体育館で行われた金網戦に出場。7月24日、 神戸ワールド記念ホール大会で、クジー、マリアとのトリオで、トライアングルゲート挑戦者、決定1デートーナメントに出場するも1回戦、敗退。11月3日、大阪府立体育会館大会で、ヤマト・クジーとのトリオで、トライアングルゲートをザダッシュ。アクロバティックな空中に、様々なバリエーションの蹴り技、師匠のマグナム東京に似た、ファイトスタイルが特徴。 入場の際には曲に合わせてダンスを踊っていたが、現在は封印。ダンスがあった時のダンサーは、会場の規模によって二人、または四人と異なる。MCKZ がラップを務めたバージョン。ダークサイドハルクの際には、女性の悲鳴や、あえぎ声、男性の笑い声などが追加された、リミックスバージョンが使用された。2008年6月12日の対神田戦において、 いつもの白いコスチュームではなく、黒いコスチューム、髪は、ボサボサの非常に、恐ろしい姿で登場し、神田を、ブルーボックスで殴打し、流血させた上、その傷口に噛みつくなど、普段からは考えられないファイトで、神田に圧勝した。試合には、勝利したが、いつものような拍手は少なく、むしろ観客は恐怖で言葉を失っていた。また、同年11月16日の大阪府立、 体育会館にも登場、ガンマ大王なるものと戦った。机への良ブ部屋でガンマ大王を昇天させ、リングラウト価値を収めた。以降も2009年5月5日の VS 山と、千などで登場している。なお、本人ではあるが一応別人ということであり、武藤刑事と、レート無タのようなものと考えた方が良い。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。